丸ごとやるとなんかどうでしたか。ああ。どうもヨステブトです。私完全に帰ってきます。もうに帰ってきた。ソロモンよ、私が帰ってきた。そんな私が今回作るのはピーマンです。ピーマン作れねえ。今回はピーマン料理。私はもう大好きな人です。ピーマンの肉巻きでございます。これがね、本当に簡単でめちゃめちゃ美味しいので、ぜひ作ってみてください。なんかもう、スタッフの目が。え、どういうことどういうこと、誰も突っ込まない。スタッフの目。いや、もうやめて。スタッフの目が冷たいんじゃない。じゃあ、これから僕が最高潮、有頂天になる料理を作ってきます。リュウジのバズレシピ。材料を説明します。ピーマン、ピーマンもね、ちょっとね、小ぶりのピーマンですね。これみんなやったらわかります、小ぶりのピーマン。そして豚のバラ4枚ぐらいあればいいんじゃないですか。あとは調味料概要欄に載っておりますので、ぜひ高評価お願いします。じゃあやっていきたいと思います。ね、ピーマンね、ピーマンをこうもう出していきます、これね。はい、ちょっと待って、俺料理作る前に俺お酒飲むくだりやってないじゃん。ちょっと言ってよ達也。ちょっと今日はね、1本目からちょっと飲んでる旅の仲間がいるんですよ。ルイーダの酒場から見つけてきたの。職業はね、遊び人なんで。よろしくお願いします。ない、ないないの。嘘。じゃあ飲もうよ。じゃあちょっとワンプッシュ半ぐらいですか。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。ということで、じゃあバラも触るぞ。失礼です。あー、うまい。ということで、ちょっと、ちょっとちゃんと飲んでてね。さっきから飲んだ。じゃあぜひやっていきたいと思います。洗ってちょっと水気切りました。丸ごとピーマン肉巻きというのは、このピーマンは丸ごと食べてしまうというその狂気の塊です。これね、もうね、肉巻きつけちゃうの、こうやって肉巻き巻きです。こういう感じで巻いちゃうんです。こんな感じ。丸ごとやるとなんかね、中になんかこうですよ。丸ごとやってください、これは。はい、ほらこんな感じ。うん、そしたらここにね、ちょっとね、味付けした方がいいんでね、塩コショウをした方がいい。味塩コショウはね、こうやってパラパラっと全体に振るように、軽くね、軽く全体つけましょう、下味をね。このまま焼く方も多いと思うんですけども、今回はもう僕がね、もうね、こうやってね、こういう感じで、もうね、こんな感じでね、仲良くこう詰めます。焼き肉ザル入れていきます。大さじ 1半です。1半。僕はいつも黄金の味使ってるんで、大さじ1、ちょっと2いっちゃった。よいしょ、ちょっとどうしようか。ということで、これをね、で、まあやりました。包みました。で、これを600ワット5分半チンします。で、5分半の間、俺と達也は飲みます。はい、乾杯。ウェイ。ハンドルの箱開けます。いい、これね、開けるときはこう、ね、外側から開けるとね、蒸気が自分に来ないんでね、安心ですよ、これ。これどうですか。ああ、いい感じですね。盛り付け行きたかった。じゃあちょっと巻きのいいやつから、ちょっとこんな感じですかね。こんな感じで、ああ、いいですね。こんな感じ。マーキの絶対言うと。こんな感じ。
そして焼き芋タレもあると思うね。美味しそう。やだ。あ、いいですね。で、ここにアラビコショウ、もう俺がアラビコショウかけすぎて、もう容器すら買わなくなったアラビコショウかけます。ポン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 ね、ポンポン、ウェイウェイウェイ。はい、こんな感じ。丸ごと肉巻きピーマンのパゼです。それでは出来ましたで、立ててまーす。たらさせい。おー、ということで、いただきます。ここはね、焼かずにレンジで蒸しました。ピーマンを丸ごと包んで焼いたこの感じ、どうか。いただきます。中の種まで全然食える。うまっ。肉巻き系で一番うまいんじゃないこれ。ピーマンがね、めっちゃむさげでね、苦味全くなくて、甘さが際立ってて、でその周りにジューシーな肉巻いてあるじゃないですか。勝ちだよこれは。これつまみで出てきてほしい。午後10時30分に出てきてほしい。お願いしたい。これはいでよ遊びに。じゃあ飲んでもらっていいですか。はい、飲みますけど、はい、でもまあね、そういうこと。じゃあ飲んでもらっていいですか。じゃあいただきます。お願いします。うん、うまっ。うまいっしょこれ。やばっ。ピーマン肉詰め好きなんですよ。これ巻いてるじゃないですか、うん、あれは肉詰めてるじゃないですか、うん、うまいに決まってますよね。これ初めて食べましたね、うん、めっちゃうまい。うまいでしょ。マジでうまい。でもどっちかというとこっちの方がピーマンっぽいね。こっちは1枚巻いてるだけだから、うん、結構ピーマンめっちゃ美味しい。でもほら、使うの簡単なんだ。肉詰めより全然簡単。だってあれちゃんとこう詰めなきゃいけないじゃないですか。種もまたいい感じでなんか美味しいですね。そう、種さ、めっちゃ蒸されるとさ、種自体も結構甘くて柔らかいんだよね。ヘタも食えんのこれだと。だからロスもないし、包丁も使わないし、全部いいことだらけ。これは素晴らしいです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。最高です。だからこのね、ピーマンの肉巻きマジうまいから、これマジうまいんで、ぜひ皆さん、ぜひやってください。遊び人は賢者になるから大丈夫。それドラクエみたいな。それドラクエです。よくわかんないですけど、ドラクエやってないの？やったことないです。 FF 派ですか？いや、FF 派でもないですね。え、ゲームあんまりしたことないです。マジで？あの、ゲームボーイとか。ゲームボーイ64とか、ああいう昔のなんか子供…任天堂派なのね。子供の時、あ、いや、プレイ、そうそう、子供の時しかやってない。任天堂派かポケモンとかとか、まあ、プレステとかも中学校とかやってますけど、大人になってからちょっとあんまやってないんで、その辺はちょっと